どうも、はい、9月も終わり10月になりました。皆さん早いですよね。もうあっという間にもう今年も終わってしまうんじゃないかっていうもう勢いになってきました。はい、9月も終わってね、あの7億台キャンペーン第2弾ですね。5台買って、レシートを、LINE で送るっていう86が今回のプレゼント商品なんですけど、皆さんは応募しましたかね。ちなみに自分は告知、送らせていただきました。まあ当たるかどうかは運として、まあ最善を尽くしたんじゃないかなと思います。まあ何口送ろうが当たらない時は当たりませんからね。一口送って当たる人もいれば正直羨ましいですけどね。まあ当たることを願ってですね、10月に入ったということで、10月の通常版の、廃盤トミカを見ていこうかなと思います。はい、どの車両も残念ですけどね、廃盤ということで、ナンバー34番、ランボルギーニウラカンベルファルモンテですね。こちらは、初回特別仕様があるバージョンですね。ギミックはサスペンション、オレンジが通常版、イエローですかねが、初回特別仕様ということで、非常になくなるのが残念です。まあ、こちらね、追加で買ってきたんでまだ未開封ですね。こちらもナンバー77番、ヒノプロフィア日本ツーントラック。はい、ギミックは後部パネル開閉ということでね、こちらも結構長い間、発売されてたんじゃないかなと思います。こちらもまだ未開封なんで開けていきたいと思います。はい、いやー、いいですね。ちょっとねカッター危ないんですけど、はい、ちなみに自分は毎回こういう風に開けてますね。結構シュリンクは残したまんまでこういう風な感じで開けてます。こんな感じでね、はい、見ていきましょうか。あー、かっこいいですね。あ、これ袋に入ってるパターンなんですね。普通のいつもみたいな袋が良かったな。綺麗に開けたいな。ちょっと綺麗に開けます。まずこちらから、はい、いやー、もう車両もなくなるのが残念ですけどね。うわ、いいな。あ、いい。あ、これがギミックとして開くという形ですね。はい、いや、すごいな。もう一台買おうかな。非常に素晴らしい車両になってますね。はい、こちら初回特別仕様の方ですね。はい、こちらね、もともと開けてたんでこういう風に、ティッシュでくるんでます。いやー、めちゃくちゃ惜しいな。あ、初回特別仕様は、マットじゃないんですよね、これ。で、通常版がマットということで、ちょっと開けてみましょうか。めちゃくちゃかっこいいんですよね、マット。はい、こんな感じでね。あ、かっこいいわ。いや、結構ね、今、店頭店に行っても結構売り切れてます。やっぱみんな買ってるんですよね。いや、かっこいい。これがなくなるって寂しいな。うわ、
通常版ホイールゴールドメッキですね。ラインは一緒で黒ホイール、はい、顔はこんな感じでね。いやいいですね、かっこいい。散らかしてしまいましたけど、では、ちょっとじっくりもう一度見ていきましょう。はい、いかがでしたか。いやーもう早いです。10月になり、だんだん寒くなってきております。日中はねまだ暑いんですけど、昼と夜の寒暖差がねすごいんで、皆さんお風邪のないように気をつけてください。あとまあコロナもね、まだまだ流行っておりますのでお気をつけてください。今日はね、10月の通常版の廃盤トミカを見ていきました。それではさようなら。